毛利氏のルーツを紹介する動画です。次に紹介したいのはこちら、毛利時近です。この方は先ほど紹介しました、毛利常光の子供にあたります。文永7年、父常光より秋の国吉田の省の自闘式を引き継ぎます。 南北朝の騒乱の時は子供が南朝型についたんですが自身はひ孫の元春を北朝型につかせ勢力を維持しました結果論になると思うんですが南朝型、北朝型が争った南北朝 時代、南北朝の騒乱というのがありましたがその時に選択を誤らず一旦南朝型になびいた一族をもう一度北朝方の方に着かせてなんとか家を続かせたという方です。 先ほど出てきましたこの毛利元春という方がいます。えー、この人は、えー、もちろん、えー、後に出てきます、えー、戦国武将キッカー元春とは全くの別人です。はいえっ、ー、と祖父や、えー、父が南朝方として活動していたんですが、曾、えー、祖,祖父の、えー、時家。 の説得に応じまして、北朝方に転じまして、時近の死後、吉田の将を引き継ぎまして、この方には、氷山殿、氷山殿という呼ばれる称号が当時の城に残っております。はい、ということで、 元なりの時代に毛利氏の本拠となっております吉田郡山城ですがもうこの方の時にはその原型ができていたというふうに思われますはい、えー、孫の光久、えー、の代には、えー、もう毛利氏は秋の黒人一揆の中で、えー、中心的存在となっておりましたなっておりましたが、えー、この処刑という 言うんですがまあ、えー、毛利家の、えー、家臣に当たりながら、まあ、ほぼ同じぐらいの、えー、勢力を持つ近隣の黒人領主ということなんですがが、えー、吉田郡山の、えー、周りに、えー、点在するというような形になりまして、えー、毛利家の、えー、立場も非常に 不安定であると家は続いてるんだけども非常に不安定な状況ライバルが多すぎるというような状況になったというふうに言われておりますはいで最後こちらの方を紹介したいと思います毛利豊本という方です こちらの方は先ほど紹介しました毛利光久の孫にあたりますでこの当時毛利氏は山梨に従っておりまして応仁の乱が起こった際には東軍に属していたんですが後に大内氏に山口須方の大内氏に味方することになりまして西軍に属しました。 で、まあ、以後、えー、毛利氏は、おおむね、えー、王子氏に従うことになります。で、えー、この毛利豊本の子供が、えー、毛利元就のお父さんにあたります、えー、日の本になります。はい、えー、先ほど紹介しましたように、えー、毛利家は、 秋吉田の将の自統式として、まあ、黒人領主として家が残っていきます。で秋の国の黒人一揆の中でもなくてはならない家柄として残っていったようなんですがただ、えー、先祖を同じくする途中で別れました一族。 諸家と言われる一族が大変勢力を持ちまして、えー、毛利家が殿様なんだけども、えー、現実は誰が殿様なのかわからないというような権力が乱立した非常にやりにくい状態で戦国時代を迎えたということは言いたいです。あとそのような状況ですので、えー、大変、あのー、当主の、えー、この 豊本それから広元にも、えー、精神的負担がかなりかかったようで、えー、この毛利豊元は、えー、なんと33歳の若さで亡くなったというふうに言われておりますで、えー、毛利裕元は、えー、元就のお父さんにあたる方なんですが、えー、この方は、えー、39歳で亡くなったと言われておりますで、えー、毛利裕元の 後を継ぎました毛利本という人物がおります、えー、この方は毛利元就の、えー、お兄さんにあたる方で、えー、本来であったらこの方が、えー、毛利家の後を継いで,で、まあ、元就は、えー、その「沖本の家臣ということになってたはずなんですが、えー、この毛利沖本もも、えー、24歳という若さで、えー、亡くなることになります。で その亡くなった早死にした原因は、えー、いずれも、えー、お酒の飲み過ぎで体壊したというふうに、えー、伝わっております。で、えー、主君が若くして、えー、代々亡くなりますと、えー、大変こう統制が取れないというか、えー、力のある家臣がどんどん、えー、その代替わりのたびに発言権を増してくるという。 ますますやりにくくなるという状況があったと思います。ですので、元なりが家督を継ぐ頃には非常にやりにくいような状態だったというふうに思われます。だいたいあの戦国の英雄というのはお父さんの代でだいたい仕組みを整えられて、であとはその方向性 が定まっていていあとはもう一直線に進むだけというような形でかなり前の代に準備ができていることが多いんですが元なりの場合は大変な状況で家を引き継いだとむしろマイナスからのスタートだったというふうに言えるのかもしれません。はい、ということで今回は毛利家のルーツ えー、毛利家っていうのがどこから来たのかっていうのを、えー、ご紹介しました、えー、また、えー、毛利家の、えー、毛利家のっていうか物語の、えー、時代背景、えー、世界観というのをまた、えー、何か違う話題でご紹介したいと思います、えー、それでは今回はこれで終わります